べる？キンちゃんやって、はい、今お風呂に入ってて、子供服ザラで購入したのがちょうど届いたので開けていきます。で、私は子供服ほとんどザラで買っています。もうそれぐらい大好きで、もう常にオンラインで新作とかチェックしています。で、今期の新作がとても可愛くて結構ポチッとしてしまったので、はい、紹介していきます。まずは、はい、まずはこれキャリタンのトップスです。色味はベージュで値段は990円でした。次もさっきの同じのでレギンスバージョンも買いました。これセットアップで着ても可愛いし、もちろんバラバラに着ても可愛いし、とりあえずこの花柄が本当にタイプだったので買いました。そして次、これめっちゃ可愛いと思って見た瞬間もうすぐに決めたんですけど、キャリタンの、まあ、ニットですね。こちらを買いました。で、襟の部分がちょっと大きめでこんな感じ、後ろピンクここ入ってて、で、色味もすごい好みで可愛いなと思ってこちらを選びました。これはちょっと高くて3990円でした。で、結構新作が今回緑系のもの、ちょっと
秋色といった感じで、めっちゃ可愛いのいっぱいありました。で、結構値段もしたので、私はこの1着のみにしました。他とても可愛いのがいっぱいあったので、はい、ぜひ気になる方はオンラインストアでチェックしてみてください。次は、これはルータンのこちらを買いました。この生地感わかりますかね？ちょっとサラサラしていて、チクチクしないタイプのニットの生地なんですけど、これが私すごい好きで、あんまり肩がつきにくくって、あんまりシワにもなりにくいです。なのでこういったニットはよく買っています。で、ルータン結構服の繊維とかすごい敏感で、肌に刺激があるものは全く着てくれないので、こういったニットだと着てくれるので、買うとしたらこういったニットを買います。こちらは、サイズが3歳から4歳で、値段が2790円。まあ、これもちょっと高いかなと思いますけど、まあでも可愛いから。はい、買いました。で、次はこれはキャリタンかな、キャリタンブラウンとホワイトのボーダーのトップスです。で、次こんな感じのトップス、すごい女の子らしくて可愛いなと思ってこちらを買いました。で、こちらはもともとセットアップで、これと同じレギンスも売ってたんですけど、私はこのトップスのみ買いました。で、次は、またまた、トップス。さっきとまぁちょっと形は似てるんですけど、色味と素材は違います。これはベージュです。グレー。色違いの同じの買いました。これ選んだ理由は、とにかく着せやすい。この素材とても伸びてくれるので、とにかく脱ぎやすい、着せやすいってことが重要視しているところで、サイズは18から24ヶ月で、値段が1490円です。はい、以上になります。で、ほとんど今回はキャリタンの服を買ったんですけど、もうルータン本当に服いっぱいあるので、知り合いの方から服とかいただくので、今回はキャリタンの服がメインで購入しました。で、ザラのオンラインストアがとても私はいいなと思う理由は、まず返品そして交換が無料でできるってことと、とても集荷が早いです。もうそこは本当に私はいいなと思うところで、よく利用しています。で、あとやっぱり新作出るスピードが早いっていうところと、やっぱりデザインは私は好みなので、はい、ザラの子供服大好きです。で、結構子供服についての質問とかもたまに DM でいただくんですけど、私はほとんどザラで買っています。で、買った服たちはもうすぐに洗濯したいので、このままタグを切って洗濯していきます。そしてこちら、今さっき届いたクールビーンなんですけど、これはもう毎度おなじみのグリーンスプーンから出てるホットサラダです。もうめっちゃ美味しいし、もう無添加、本当にヘルシーで体にもいいので、もう愛用しています。また違う動画でその作り方であったり、アレンジレシピとかも紹介していくので、動画チェックしていただければなと思います。今回私が動画内で食べていたグミを紹介していきたいなと思います。それがこちらの、はい、グミになります。こちらベリー味で食べやすくって、本当に癖もないので、食後のおやつ感覚でいつも食べています。やっぱり特に今は成分とか何が入ってるかっていうのを重要視して買うようにしています。なので、もし気になる方は下の概要欄からぜひチェックしてみてください。はい、今回私が動画内で実際に食べていたグミを紹介していきたいなと思います。まずはマイカインドオーガニックウィメンズマルチベリーグミです。で、子供用のビタミン C 配合キッズオーガニックエルダーベリー 60CT グミです。こちらはガーデンオブライフ日本公式オンラインストアから購入しました。で、まずガーデンオブライフって初めて聞いた方がほとんどかなと思うんですけど、米国発のオーガニックサプリメントブランドです。化学物質を一切使わず、自然の素材だけを使った世界一安全な栄養サプリメントを提供することで、健康面から日々の暮らしをより安心で豊かにしたいと願っています。また様々な製品に入れるものにもすごいこだわっており、多くの企業が製品を作る際に使用している合成化学物質を一切使用していません。他の企業が効率を気にしている間に、ガーデンオブライフは人々の健康に妥協しません。ゆっくりと時間をかけて手作業で作り、遺伝子組み換えでない有機栽培の豊かな土壌で、太陽と空気と水と時間を十分に使って育てています。収穫は準備ができてから丁寧に行い、その素材を栄養価の高いサプリメントにする。それが使命です。
こんな感じがガーデンオブライフに込められた思いなんですけど、本当にいいなって思いました。やっぱりこの世の中すごい化学物質であったり農薬であったりすごいね薬が使われているんですけど、食べるものを吸収するものが将来の私たちの体を作るので、この農薬だらけの世の中にはすごい素晴らしい会社だなと思います。健康的な体はやっぱり優れた食べ物によって作られると考えています。だからガーデンオブライフは自然界で最も栄養価の高い植物のみを材料にして使用しています。実際さまざまな食べ物とかスーパーで売られているものとか何万何千そして何億さまざまな食べ物とかあるかなと思うんですけど、実際その化学成分とかそういったリストを見ながら購入していますか？そしてこの成分は何なのかとか調べたことはありますか？結構調べていくうちにすごい体に悪かったり、実際は天然じゃないものが使われていたりしています。そういった食べ物が特に日本すごい多いです。農薬とかもすごい基準とかも他の国に比べたら全然規制も厳しくないです。で実際日本にいると農薬を一切使わない、そしてオーガニックっていう食材を見つけるのはすごい難しくて、それぐらい日本はかなりの農薬を使われています。そうやって完全にオーガニック製品で暮らしていくっていうのはすごい難しいし、お金もかかるし、本当にそれぐらい難しいと言われています。でその中でやっぱり食材だけではなかなか栄養価って全部を補うことができないので、こういったサプリメントで栄養価を補ってあげる。そして子供にも好き嫌いの多い子供ってすごい多いかなと思うんですけど、しっかり栄養を与えてあげる、そういった働きをしてくれるこのグミはすごいいいなと思います。で私の子供、特に息子の方はすごい野菜が嫌いで、好き嫌いがすごい激しいです。野菜とか細かく切って混ぜても結構残したりしています。でそういう健康面とか考えた時にこういったグミの形であれば味も美味しいし甘いのでとても食べてくれるようになりました。そしてサプリをたまにスムージーとして一緒に混ぜてミキサーでかけることもあります。本人も飲んでくれます。そしてガーデンオブライフから出ているサプリメントで USDA オーガニック認証、こちらのマークがついてあると農薬、合成肥料、遺伝子組み換え作物を使用せずに栽培された米国農務省認定のオーガニック植物を使用しています。そして遺伝子組み換え食品不使用認証っていうのもあって、継続的な試験によりその製品が遺伝子組み換え作物を回避するためのコンセンサスに基づくベストプラクティスに従って製造されていることと保証するものです。そしてビーガン認証、動物や動物の副産物、動物実験を行った化学製品を一切使用していませんという意味です。それ以外にもこのようなロゴたちもあります。やっぱそれだけで消費する側はすごい安心するし、やっぱ信頼できるし、子供にも安心してあげることができるかなと思います。お子様の年齢であれば年齢によって1日に摂取する数が決まってくるので、詳しくは詳細を見て確認してください。でサイトちゃんと日本語であるのでそこは安心して購入できますし、詳細とかも全て日本語で読むことができます。はい、なので今回は植物性を使用したサプリメント、そしてグミを紹介しました。詳しくはガーデンオブライフの公式オンラインストアで確認してください。下の概要欄にも URL 貼り付けてますので、ぜひそこからチェックしてみてください。でこれからやっぱり健康、そして体もそういったことがすごい発展していくし、皆さんがそういったことに気づいていく世の中になっていくし、やっぱり安全な食べ物をして、安全な調味料、睡眠、運動、ちゃんと太陽を浴びる、ストレスなくちゃんも笑ってる、いろんな方がそういったことを気づき始めているし、もっといろんな人にそういったことを知っていただきたいなと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いいたします。そしてインスタグラムもほぼ毎日更新しているので、まだフォローされてない方はぜひフォローの方お願いいたします。はい、ではバイバーイ。